あのさ、ツイッターの休眠アカウントって削除されるの知ってた？知らなかったよ。大変だ。それじゃすぐに最近ログインしてないアカウントにログインしなきゃ。まあまあ焦らなくても、警告メールが来たら12月11日までにログインすればいいらしいよ。アカウント削除するなんてなんだか急な話でびっくりしたわ。休眠してるんだから削除しても問題ないんじゃないの？まあね。でもさ、個人のアカウントとかどうなるか知ってる？なんだか残しておいてあげてもいいじゃん。個人のアカウントは削除する方針なんだって。休眠アカウントを放置する方がリスクが高いかららしい。サーバーの負荷軽減とかもあるのかな？そうだろうね。ちょっと個人のログをかき集めて保存してくるわ。それはいいね。ところでルカはツイッターやってるの？僕は犬だからアカウント持ってないよ。図工。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。